しい。例えば加藤受刑者は被害者から嫌われていることを裁判で初めて知ったね。それが西島受刑者は SM 的な要素を含んでいて理念として合意の上で行ったっていうようなこと、これこの後先生に詳しく説明していただきますが、全く論理的には我々分からないんですが、何を言ってるんですか。本気で言ってるんですよ。あの私が本気で言ってるんですか。ああ、さあこの後の話でまたそれからどういうふうに被害者の皆さんがしっかり気をしたのかお話しします。結婚妊娠発表後初めて公の場に登場した西山茉希さん、イベント終了後ミヤネ屋のインタビューに答えてくれました。刑務所生活を送る特集を学ぶ受刑者から届いた直筆の手紙、そこに綴られていたものとは。確かに違いました。ドモホルンリンクル、イタメセットを使ったら